皆様こんにちは、岡島と申します。前回はアルディーノについてざっくりと説明をしました。今回はアルディーノUNOという初心者でも扱いやすいものについて少し詳しくお話しします。アルディーノUNOには0から13番のデジタルピン、0から5番のアナログ入力ピン、その他様々なピンがあります。0から13番のデジタル入力ピンは、0から13番のデジタルピン、0から13番のデジタルピンは、デジタル値を扱えます。0から5番のアナログ入力ピンは、アナログ値を扱えます。その他様々なピンには、グランドピンや電源ピンなどがあります。またデジタルピンの3、5、6、9、10、11番はアナログ。またデジタルピン、またデジタルピンの3、5、6、9、10、11番はアナログ出力ピンとして利用可能です。ちなみにアナログピンはデジタルピンとして設定も可能となっております。では具体的な使い方です。例えばつまみを回せば LED が明るくなったり暗くなったりするものを作りたい場合、アナログインピンにつまみをつなげます。デジタルピンをアウトプットに設定して LED をつなげます。LED のマイナス側はグランドにつなげ、LED のプラス側を各数字のピンに挿すイメージです。デジタルピンをアウトプットに設定して LED をつなげます。アナログ出力の0番、アナログ出力のプラスを3番ピンに、マイナスをグランドにつなげ、スケッチを書けばそのようなものが作れます。今回は少し詳しくアルディーノUNOに関して説明をさせていただきました。この動画が気に入ったら、いいね、チャンネル登録をお願いいたします。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。